ようございます。中午好。こんにちは。晚上好。こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。みゆのはずらじ。はずらじりーりはお。今回もリーユテイコー。中国出身の歌手そしてコスプレイヤーのリーユです。春ですね。春。私はさすがに今日本にいる期間がそんなに経ってないからまだ花粉症が起きてないですね。中国ではそんなに花粉って感じがないんですね。やっぱここに来てみんな結構花粉症がひどい人が多くて初めて花粉症のことを知りましたみたいな。最近ではないんですけどもう何年前来てからちょっと花粉症のことを知って、日本人のみんなほぼ花粉症が起きるんだって初めて知りました。そしてもしかして私もいつか花粉症に、なんか時間の問題みたいな話もありました。花粉症になるのが時間の問題です。花粉がたまりますってこういう話がありました。もうちょっと怖いですけど頑張ってマスクつけます。はい。さて今回はそんな花粉症の一人辻ちゃんと一緒にお届けします。はい、呼びますよ。作家の辻ちゃん。りー、花粉症がひどいです。やばい。何歳からですか？もう小学生ぐらいかな。もう長い付き合いよ。いや大変そう。そう、もうコンタクトとかが入らなくなって今日はちょっとメガネです。メガネメガネの音。メガネなんかちゃんと ASMR があっていいね。いいです。わかりやすいでしょメガネ。なんかアピール すごいですメガネってわかりやすいようにしました。はい。そんなちょっと花粉症の私でございますが、すいませんちょっと鼻声ですが。いや全然気になんない。お、よかったです。はい、はい、ということで今回はですね、久しぶりにですねりゆちゃん知っておくと便利なマナーについてのクイズを持ってきました。オーケー。まあね、ちょっと4月に入ったということでね、まあ、新入社員になったっていう方もいらっしゃると思いますので、はい、まあ、ちょっと覚えて損はないクイズちょっと持ってきたので、吹奏の皆さんもぜひりゆちゃんと一緒に考えてください。お、自信はありますかマナー？ちょっと前にねやったこともありますが。そんなに自信がないです。でもねりゆちゃんね、だいぶね日本に慣れてきたと思うんで、もう大丈夫だとは思いますが。いや、じゃあ早速いきますよ。はい、お願いします。では第1問。敏腕マネージャー K さんからりゆちゃんに電話がかかってきました。う、はい、用事が終わって電話を切ることに。ではビジネスマナーとしてどっちが先に切る方がいいでしょうか。 A りゆちゃん、B マネージャーさん、 C せーので同時に切る。私マネージャーさん、りゆちゃんね。もしもしりゆ。はい。あのさ、ちょっとロゴのイラストの件でちょっと電話したんだけど、リボンの色ピンクと水色どっちがいいかな。これ両方で、両方合わせたいです。合わせて。あ、オッケー。はい、失礼しましたと待ちますいう時、お、はい、どっちが先に切るかというと B。 お、マネージャーさんが先に切る。多分正解です。あ、その心はどうして B だと思ったか。多分 B かも。多分 B かも。なんとなく正解です。正解は、B ですね。電話を先に切るのは、原則的にかけた方。そっか、もしもし要件があるからかけた方が、かけた方が先に切るっていうのがマナーとされています。わかりました。でもでも本当にもう私はそんなに電話していないですね。あ、はい、LINE？ そうです。ショットメールとかメッセージ系が多いので私も初めて知りました。あ、そうなのね。はい、じゃあちょっとまあでも新入社員の方とかね、うん、電話すること多いと思いますんで、はい、ぜひぜひ知っておいて損はないかなと思いますよ。では2問目。はい。友達の家に行くことになったりゆうちゃんです。おー、はい、コートを着ていきました。コート、うん、
まあね、今もねちょっと肌寒かったりとかすると着たりとかすると思うけど、コートを着ていきました、はい、うん、では、お家の前に、着いたりゆうちゃんですが、あー、コートはどのタイミングで脱ぐのが正しいでしょうか。これもあるんですか。そう、いろいろルールが、うん、マナーがあるんですよ、A、うん、玄関の前でピンポーンとチャイムを押す前に脱いでおく、はい、B、 ピンポーンとして、お家の人がね、お友達が出てきてくれて、で、あ、どうぞどうぞ入ってって言われて、お邪魔します、中に入ってからコートを脱ぐ、はい、C、 脱がない。脱がない。脱がない。寒い寒い寒い脱がない脱がない。はい、コートを脱ぐタイミングは、私は B です。 B、はい、中に入って、どうもって挨拶してから脱ぐ。そうです。はい、残念。わかりますわかります。はい、そうなんですよ。実はそう、チャイムを押す前に脱いでおく。で、寒くないですか。寒いよね。そう、私ももう寒いなって。でも、まあ、なんでそうしてくださいっていうかっていうと、まあ、コートってなんかこう、まあ、花粉症の私がわかるんだけど、花粉とかホコリとかいっぱい、そう、ついてて、お家の中にあの持ち込むのが失礼っていう、こう、まあ、考え方があるので、そう、お家に入る前に脱いで、しかもね、裏返しにしてっていうのがあるの、表を向けないで、裏面をこう、表面を裏にする。あ、そっか。そう、でホコリとか落ちないようにしてから、すごい、ピンポーンって押して中に入る。すごいすごいすごいというのが一応、はい、マナーとなっています。はい、了解です、了解です、はい、まあでも寒いからね仲いい友達とかは全然そのまま入っちゃってもいいと思うけど、はいはい、そんなのが日本のルールでございました。お、続いて3問目。ディレクターの山さんがいつも頑張っているりゆうちゃんを超超超高級寿司店に連れて行ってくれました。お寿司の食べ方で正しいマナーはどれでしょうか。いや、これ多分知ってる。本当？わかんない。 A、 箸は使わず手で食べる。 B、 醤油はシャリではなくネタにつける。え？ C、 ちょっとお腹がいっぱいになってきたのでシャリを残してネタだけ食べる。シャリは何ですか？シャリはね、ご飯。ネタは上に乗ってるお刺身みたいなやつを、あ、はい、箸は使わずに手で食べる、うん、醤油をつけるのはネタ、お腹がいっぱいになってきたからシャリは残してネタだけ食べる。 A ですね。正しいマナーは手で食べる。うん、残念。え、なんで。実は箸でも手でも良いというのが、そうです、そうだけど、うん、2と3はなんか、3は絶対、3は絶対ない、ない。そう、2は、え、でも超超超高級な寿司屋さんだから醤油つかないんじゃない。醤油はね、多分使った方が美味しいと思う。え、そう、実はネタにつけるのが正しいマナーと言われています。でもなんか超超超高級な寿司屋さんって、うん、もう調味はもうやったじゃないですか。最後醤油をつけるまでがお寿司。なんでかっていうと、シャリつけにつけちゃうとお醤油でバシャバシャになっちゃって、しょっぱいってなんかいっぱいご飯に吸っちゃうので。いや、あれ本当ですか。そう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 。いや、でも超超超高級な寿司屋さんだったら、もう元々全部醤油が入ってるんじゃない。醤油入ってるか。そう、もう全部入ってて、もうそのまま食べて大丈夫です。漬けみたいな。じゃあ超超超高級漬けなんだけなわけないでしょ。絶対絶対に美味しい。いや本当に、あの、もうご飯も、うん、もうあの、もう調味がもう全部やってたから。本当？ありゅうちゃん超超超高級寿司食べた。私、あの安いもう100円、一皿100円とか、美味しい美味しいって食べてる。いや、私も美味しいと思います。そうね、美味しいよ。はい、ということで、マナー的には
ということだそうですね、うんうん、はい、はい、じゃあ続いていきますね。はい、りーゆーちゃんとりーゆーちゃんの先輩でご飯へ行くことになりました。はい、個室のテーブル席に案内されました。おほ、りーゆーちゃんはどこに座りますか。どこに座りますか。 A 入り口から遠い奥の席、 B 入り口に近い手前の席、 C 座らない。座らない。立つ立つ立つ。いやでも、はい、私だったら本当にわからないので、うん、とりあえず立ちます。立つ立って向こうは、うん、座って座って、なんか案内するんだったらこっちに座るって。あ、なるほど、先に選んでもらう。そう、じゃあ答えは C。 はい、自分だったら C。 残念。わかるわかる。あ、まあその手もありじゃあり。そう、うん、指示を待つ。指示を待つ、確かにね、まあ、そしたら正解なのかな。指示を待つ、まあ、そうか指示を待つね。あ、じゃあ正解にしておきましょう。はい、一応正しくはね、うん、正しくは、先輩、まあ上座っていうんだけど、まあ、上司とか先輩は入り口から遠い、そう、奥の席。奥で、後輩とかは入り口に近い手前の席。はい、はい、なんか、あ、料理もなんか持ってくるとき、そうですね、邪魔になるんですね。そうそうそう、奥からというのがルールです。おー、そう、リュウちゃんね、おほー、扉から、はい、私が近いから、扉から遠いのが今リュウちゃんの席。おー、はい、というとこです。はい、じゃあラスト。お、ラスト行きましょうか。行きます。はい、東京 FM に収録に来たリュウちゃんです。うん、スタジオに行くためにエレベーターに乗ります、うん、今日も乗ってきましたね。はい、はい、りーゆーちゃんとりーゆーちゃんの後輩ちかちゃん、うん、そして先輩のえみつんさん、そしてスタッフの私辻ちゃんの合計4人でエレベーターに乗ります。はい、もうわかんない。りーゆーちゃんはどこに立つのが正解でしょうか。いや、どこでもいいでしょ。これね、どこでもいいよなって思うんだけど、一応日本にはルールがあります。はい、はい、じゃあちょっとりーちゃんがどこに立つかね。うん、A 操作盤、あのボタンをね、何回行きますかというところに行く、立つ。はい、B 操作盤の後ろ、うん、C、操作盤の斜め横、さあどこでしょう。私は個人的に斜めの方が好き。あ、斜めの操作盤の斜めに座るのが、はい、あ、立つのが好き。はい、なんで好き。わかんない。勘で。うん、じゃあ正解は C、 斜めのところ。正解です。いいですね。勘で言ってる。いいですね。すごいね。そうなんです。今回はですね、まあ、スタッフ私で、うん、先輩後輩でりゆーちゃんの4人がいました。はい、立つ順番的には、その上座と言われる偉い人順に、操作盤の真後ろが一番いい席、いい場所なんで、えみつんさんで、次に後ろ、その斜めの部分がいいとされてるのでりゆーちゃん。おー、はい、で後輩のちかちゃんは操作盤の横、そして、まあ、スタッフなんでね、収録しに来たということで、私は操作盤の前に立って操作をするというのが、はい、ルールでございます。はい、なんでこれ、あの会社とかでもね、お客さん来た場合は来客の方はこう後ろに立ってもらって、自分はこう操作をするっていうのが、まあ、日本的にはねルールでございます。はい、お、勉強になりました。りゅうちゃん結構正解していましたね。イエーイ、もうだいぶ日本のルールに詳しくなってきた。そうですね、かな。はいはいはい、はい、ということでりゅうちゃん今回は5問中3問正解、うん、あのテーブルのね問題をね強引に正解にしたので、強引に強引に待つっていうね、相手の指示を待つということで、テーブルのやつを正解にしてあげると。いやー、でも寿司のあれって絶対違う。そう、あ、じゃあ山さんが超超超高級寿司店に連れてってくれるそうなんで、ちょっとそこでマナーを学びますか。え、
ちゃんも辻ちゃんいた方がいい。美味しい美味しい寿司食べに行きましょう。いやはははははは、久しぶりにこれマナーですね。いやでもいろいろ気をつかなきゃいけないところがいっぱいありますね。もう知らないうちに。はい、でも指示を待つのが一番正解だと思います。はい、それではここで一曲をお届けします。ジュブナイルさんでミラールージュフィーチャリングリーユ。お届けしたのはジュブナイルさんでミラールージュフィーチャリングリーユでした。すごく
夜にぴったりの曲ですね。なんか聞くだけでちょっとなんか大人の雰囲気になったなって、すごくなんかなんていうか、なんかおしゃれ大人みたいな気持ちです。そしてここからリーユからのお知らせです。ファーストアルバム For You 販売中です。そして4月6日夜23時から M-ON ライブリーユファーストコンサート2022 For You が放送されます。インタビューもねたくさん撮ったので、みんなぜひ見てください。そして5月26日木曜日に集英社ヤングジャンプ編集部からリーユファーストメジャー写真集を発売します。ファンクラブゆゆこいデイズでは特典ついての予約を4月10日まで受付中です。写真集への直筆サイン入り限定絵柄生写真1枚付きです。詳しくはリーユのオフィシャルサイトをチェックしてくださいね。では最後にリーユの一言中国語講座をいきたいと思います。お、愛知県水槽ネームチャッチョンさんからいただきました。新生活がもうすぐ始まります。ぜひ自己紹介の仕方を教えてください。新生活どこで、もしかして中国はい、といただきましたそうです。自己紹介ということで今回は自己紹介ですね。実はなんか中国ではそんなに初めましてとか言わないので、普通にこんにちはの方が多いので、ここでこんにちは、私の名前はリユでしてという中国語を教えます。はい、いきますよ。你好我叫李玉です。はい、もう一回いきますよ。你好我叫李玉です。もう初めましてはね、もうこんにちはは你好、みんなね、よく聞いたことあるんですね。我叫は私の名前は李玉だけでいけます。はい、覚えてますか。これって一体どこで使うんだろう。新生活どこで、新生活今だったら普通に日本にいるんじゃないですか、新生活はい、新生活、水槽ネームちゃっちゃん、ぜひたくさん頑張ってください。そしてこの言葉もぜひ使ってみてください。それでは今回もバイバイ。オーディ